プロトサウルスは、後期白亜紀マーストリヒチアンのカリフォルニアに生息していたモササウルス科の属の一つ。もともとは、コルポサウルスコルポサウルスという学名で、チャールズ・キャンプにより1942年に命名された。1951年にコルポサウルスの名が、ノトサウルス類にすでに与えられていたことに気づいた、キャンプがプロトサウルスと改めた。 ピベンニソニの復元図プロトサウルスは他のモササウルス類には見られないいくつかの特徴の組み合わせを持つ。ヒレがより狭く、おヒレが大きく、体が流線型である。これらの特徴はおそらく彼らが他のモササウルス類よりも早く泳げたことを示唆する。彼らはまた視覚が鋭く比較的大きな目を持っており、また化石の印象からすると鱗に覆われていたようである。 分岐分析によると、プロトサウルスは、モササウルス類の系統の中で、最も進化した属であったことが示唆される。P. ベンニソニの復元図の色種 P. ベンニソニは、1937年に、初めてこの動物の化石を見つけた化石ハンター、アラン・ベニソンにちなんで命名された。全長約9メートルと推定され、カリフォルニアで知られる、最初のモササウルス類となった。 第2の種 P タッカリーは1937年にペーバトタッカー教授によって発見された。P ベンギソニほど水中適応してはいなかったとされ約40%大きく全長は約13メートルと推定された。しかし2008年のリンドグレン・リンドグレーンらによる分析では量子は同一のものであるとされている。上肢体の筋肉の付随面が広いことと骨の 構造の非対称性に基づき、プロトサウルスは獲物を襲う際、尾びれだけでなく平泳ぎのような動きで、胸のひれ足を活用して、急加速していたことが示唆されている。ありがとうございます。